向こうは大丈夫だな。そうですね、カメラの向こうは大丈夫。もっと良かったですね。意外とみんな、まさか爆音で聞いてるなんか冷ややかに見てるかもしれない。ああみんな頑張ってるなって。なんかね、じゃあお酒を飲みながら、ああこんな時にやってるんだ、年寄り頑張ってるなーって。しかも俺どうですかそれ、祝い還暦。あらまあ名前が入ってますね。名前が入ってます。名前がね、なんですよ、すごいでしょ。見習います。アキラ君がプレゼントしてくれました。アキラちゃん60はねないよね。同じバンドのメンバーで60。あ、よりぐん同級生なんで、半年後で俺60。そうなんだ。そういう会話に入りたくないですね。そういう会話に入りたくない。いよいよだんだんね、そういうクラブに入ってきちゃってね。ですね。だから耳が遠くなったから、子供からちょうどいいのかもしれない。そうなんだろうね。うまいこと言われて。小沢さん結構今日面白いこと言ってるね。ね、いつも寡黙な感じなんだけど、ね、いい感じですね。なんか一つ階段上がった感じします。全世界に配信してるんで。配信だからみんなで行くの。ちょっと、小沢さんで言っちゃっていいのかな。大丈夫かな。大丈夫。まあ、さっきも言いましたもう言っちゃってるから手遅れだけど。ああ、大丈夫。会社に言わなきゃ大丈夫。会社に言わなきゃ。ああ、ふんふんふんってやつだね。俺フリーだからね。まあまあ、放送してる時はピーって入る。そうですね。さ、じゃあ、そこに。軽く流します。残り時間もなくなってきましたんで、ちょっと押して連れてるんで、はい、やりましょうかね。はい、行きますよ。じゃあメドレーで、はい、はい、行きましょうか。わかりました。
天地明堂でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次は。